巨人阿部監督、筒香を取れなかったしウレーニャ支配下は予定していた。阿部監督はマーツ都合も取れなかったし、そういうのも予定していたからと話すと、ウレーニャはまずは控え、助っ人じゃない、日本人の24歳として扱うと起用方針を明かした。ウレーニャは内外野をこなす器用さを持つ。巨人はオドーアが開幕直前に退団するなど、シワ以下の外国人野手はゼロだった。指揮官の2軍監督時代に4番に起用されたアベチルドレンがチームの力となれるか注目だ。今日から早速ウレーニャ1軍は草薙2軍に落とされるのは、昨日懲罰交代させられた泉口の模様。2軍で売ってるならええやろ。誰だよ、決まってたとか言ってたやつ取れない予定考えてんじゃん。パワーと確実性は欠けるが、アグレッシブなバッティングが持ち味。泉口なんかやらかしたん？なんでその2択なんですかね。泉口の代わりがウレーニャとか頭阿部かよ。大城が干されてるのはバント失敗のペナルティ。外国人野手0人だと不具合あるから単に穴埋め要因。阿部監督面白いやん、他球団からすると理想的だからずっと続けてほしい。もう阿部やばすぎるって。まだ開幕して3週間しか経ってね。ご視聴ありがとうございました。